とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。ちょっとね、いつもとは違う感じでやっていけたらと思っております。では行きましょう。まず1回こっち側来てください。まずはで、エンチャンターを倒すようにしましょう。とにかくこのエンチャンターが鬱陶しい。エンチャンター2体いますのでね、その2体をまず倒してしまえばだいぶ、楽になると思います。 OK、 もうとにかく鬱陶しいのよね、エンチャントされた敵が。で1回クリアです。で1回で星オル取っていきましょう。でエンチャントで火属性と働き鉢ですね。はい、2回行きまーす。ここも意外と敵多いんですけども、まあまあ星オルが結構強いので大丈夫だとは思います。まあ星オルの蜂がねどれだけ出るか、それによって難易度は結構変わってきます。蜂がねものすごい出てきてくれたらすごい楽なんですけど、あんまり出ないっていう時がちょっときついかな。本当ね、出ない時全く出ないからね。でこっち側はもういませんね。あとは上でーす。 OK。 でここも8にねだいぶ助けられます。 OK、 いい感じでした。2回クリア。でここでバージーネストを取っていきましょう。でね、3回がねちょっと難しいっていうか、クリーパーがね結構厄介なんですよ。なんでクリーパーを注意してやっていってください。 OK、 クリーパーがね本当に嫌なやつ。あ、ちょっと待ってここは蜂が結構出てきてくれればよかったんだけども。 OK、 蜂がね2体ぐらいいてくれれば全然違います。でバジーネストを置いてください。クリーパーすごい来ますもんね最初に。そこをこれで突破できればまあいいです。でまだクリーパーいますからね、上にもいるし下にも来る。ので注意してください。 OK、 で上は OK、 2発目を当ててうまいこと倒すようにすれば楽ですね。でちょっとリープリーフが見えにくいのよ。でもしっかりあいついるので影を見てから戦うようにしてください。リープリーフの攻撃はこの扉の反対側から貫通してきますのでそこだけ注意。 OK、 はい、 OK、 終わりでーす。これで3回終了です。何もいりません。で4回、エンチャントは別にまだ入れなくて OK です。とりあえず火属性と81が入ってれば問題なしかな。で4回は特に言うことないですね。リーパーもないし敵もそんなに強くない。 OK、 よし、いい感じかな。ついいけたか。いや無理か。はい、4回クリアです。次、4回の報酬で傭兵を取っていきます。で傭兵に雪玉2ですね。でもって5回、よし、ここもね、あぶねえ、あ、食らってる食らってる。蜂を結構早めに出せばもっといいかと思います。
もとの相性がね本当悪いのでちょっと注意してくださいね。はい、で5回クリアです。ここで氷を持っていってください。氷の杖、これがボス用ですね。ボスでしかまあ使わないんだけども、まあ持っていくとかなり便利になりますのでぜひ取ってください。でここで星夜上げていきましょう。いきまーす。でもってボスですね。ここで雪玉3入れてください。でプレステ版は右側から戦います。スイッチ版は多分左側からかと思います。氷の杖を、杖を、あっ、まあ倒したか。いや残ってる。 OK 倒した。ボスね、まあ、とにかく氷の杖と攻撃を2回入れれば倒せると思います。ちょっと今のは結構残っちゃったんだけども、 OK、変に弓を打っちゃったからかもしれません。7回終了で、ここでパワーシェイカーを取っていきましょう。で8回、氷の杖は、まあ、そんなに使わないとは思いますけども、一応火力にはなるので打っていって OK です。にゃっ、はい、そんなにね使いやすいやつではないんですけど OK。 あーミスったな。まあいいか。下にねバジーネスト置いておくと、上倒しただけで終わりだったんですけども忘れてた。8回クリア。次ここで釣り竿を今日は取っていきます。いつもはね釣り竿取らないんですけども、今回はちょっと釣り竿取らせてください。ちょっといつもと違う感じで攻略していきますね。今回は釣り竿が強い。ま、釣り竿にね向いてる武器が出るんですよ。今回は2つ出る。それがめちゃくちゃ強い。でここでデュアルですね持っていきます。で長弾とボーナス、この2つでいいです。 OK。 で持ってここはまずはこっちのね、雑魚を処理します。もう出ないかな、あんまり出ないよね。OK。 でパワーシェイカーが残ってる間に突破していきますね。あそこパワーシェイカーないとちょっと鬱陶しいのよ。 OK。 はい、10回クリア。次行きましょう。今度は草刈りのところってね、変な武器だったらちょっと難しくなるんですよね。んでここは何もいりません。ちょっとあれだもんね、釣り竿の活躍する場所っていうのが先の方になるんですよ。中盤までは、まあ、この星夜でいきます。まあ最初に、星夜パワーアップさせてるので、まあ、全く問題ないとは思います。 OK。いいんじゃない、終わり。11回終了で11回の報酬ですけども、斧、これでもね釣り竿使えます。使えるんだけどもいりません。まだ取らなくていい。でここ
結構ねラビジャ出てきて鬱陶しいんですよ。最初に蜂を置いてあげてください。最初にねこう蜂を置くことによってだいぶ楽になります。 OK、 ラビジャーがねもう鬱陶しいのよ。今回でここあいつが早めに倒せるか倒せないかによってだいぶ難易度が変わってきます。まあ最初に蜂を置いてタンクにしてあげるとだいぶ違います。オッケー、おーい、よし、終わりかな。はい、12回終了。ここで防具変えましょう。ヌストですね、ヌスット。でエンチャントはまずは雪玉です。で、あ、防護もね入れすぎないように、まずは1でいいです。うん、あとあとちょっと強くしていけたらなっていうところ。ちょっとエンチャント残しておいて、武器がねそろそろ出るんですよ。武器用にちょっと取っておいてください。 OK、結構強力なやつが出てきてくれるのでそれに当てたいと思ってます。 OK、 ナイス、よし、あー、あぶね変なところで固まった。13回終了で、ここ結構ね悩むのよ。何がいいかなって悩むんですけども、愛のメダルです。愛のメダルとバジーネスト交換していきましょう。いくぞ。やっぱね愛のメダルはパワー関係なしに最後まで使っていけるっていうのがすごくいいですよね。かなり活躍します。よし、 OK。 でできるだけ強いやつを仲間にするようにね。 OK、いいんじゃないですか。終わりかな。あんまり愛のメダルで仲間にしたやつは活躍しなかったんですけども、はい。でここでねついに来ます、サイスです。なんとこのサイス衝撃波が入ってます。ちょっと待ってね、釣竿をオンにしますね。この衝撃波のサイスが、まあ、とにかく強い。はいはいはい、まあ、釣竿なしにしてもかなり強いです。うん、やっぱこの衝撃波でダブルヒットするっていうのがすごくいいですもんね。 OK、 でもってパワーシェイカーとの相性もいい。まあ、パワーシェイカーはそろそろもう使えないぐらい弱くなるんですけど。よっしゃあ、終わり。では15回終了。ここでハープーンですね、取っていきます。で衝撃波入れていってください。ハープーンかなり有効です。弱い敵はハープーン一発で倒せますので、まあ、どんどん撃っていってください。まあこの衝撃波のビームでもいいんですけどね。 OK、 ハープーンはねノックバックするし当てやすい、すごく当てやすい。意外と追尾してくれるんですよね。 OK、では行きましょう。愛のメダルいいね。よし、終わったかな。愛のメダルいいね。結構乱戦になること多いと思うのでほんと使えます。んでドラとパワーシェイカー変えます。もう今回はこのセットでいきます。
愛のメダル、釣り竿、ドラですね。んで、ここで、サイスを上げていきましょう。あ、で、エンチャントで、火属性1でいいです。入れておきまーす。で、フロストサイスの102だよね。うん、だいぶ先までこれで使っていくことができますよと。はい。んで、ボスが来ました。武器のエンチャントはとりあえずこれで OK です。防具の、防護を上げていきましょう。ちょっとね、あとあとパワーが足りなくなりますので、この防護によってだいぶ助けられます。で、ここですけども、プレステ版は下から倒していきます。スイッチ版は、多分違う。はい、終わり。しゃあ。強すぎる。本当に。本当に強すぎる。で、ここ何もいりません。行きましょう。で、いつも言いますけども、愛のメダルは、クリーパーに使わないようにしましょう。クリーパーに使うと、ちょっとね、戦いにくくなってしまいますので、クリーパーだけはちょっと注意してくださいね。OK。いい感じ。やっぱ、クリーパー結構来るんですよね、ここ。OK、あお！まあ、いいか。愛のメダル。できれば。うわちょっと待て。ゴリゴリ減った。耐久力低いやつでも、これがあるからね。注意しないといけません。しゃ、OK。OK。もうなんかラグいな。ちょっとラグかったけども大丈夫ですね。で、あと、スライム倒しておしまいかな。完璧でーす。おお、お前もいたんかい。19回終了。で、ここで、ヌスト取っていきます。雪玉はなくなったんですけども、 HP と防護がついてますので全然戦っていけると思いますよ。では行きましょう。よし、 OK。 あ、でこれも入れるの忘れてた。最後の叫び1でいいです。最後の叫びを1入れておきましょう。あー、ミスった。危ない。クリーパーを愛のメダルやっちゃいましたね。リーパーはやらないように。あ、ミスった。変なとこ投げちゃったね。はい、20回クリア。まあまあ、クリーパー注意してください。何もいりません。いきましょう。とにかくこのもう衝撃波サイスは強いから、これは本当に強いです。はいはい、次。特に強い敵は出てきませんね。ネクロマンサーとかいればちょっと注意が必要なんだけども、ネクロも出てきません。トモとレイスのコンボにはちょっと注意ってところか。はい、21回終了。んで、何もいりません。もう完成してるからね、アーティファクトとか。で、ここちょっとね、敵が多いんですよ。なので敵が結構いっぱい出てきたなーっていうところで、愛のメダルを使ってあげるといいですね。で、しかも結構強いやつを仲間にしてあげましょう。 OK。 はい、よし。
ね、あぶね。しゃ。で、結構押し込まれることもありますけども、まあ、今みたいに最後の叫びで、いい感じに回避することができますね。はい、22回終了です。ここ、何もいりません。あの、メイスも結構いいんですよ。メイスもいいんだけども、サイスで十分です。もう十分使っていけるので、サイスのまんま行きましょう。あ、ちょっと待って、俺ハープン入れてなかった。ハープンにね、ちょっと入れてあげると、結構楽になります。入れてほしいのは、火属性と、ボーナスショット。で、パワーもあると、ちょっとね、戦いが変わってくると思います。で、残ったやつを火属性で振りますね。火属性はね、1と2ではそんな変わりはありません。3ではちょっと変わるんだけども。1と2は大差がそんなありませんね。OK。いいんじゃないですか。はい。完璧。ね、めんどくさい。レイスなんかは、近距離からガシガシガシってやってやると、早いです。OK。愛のメダル。23回、終了です。で、ここで、スケールメールと変えていきましょう。スケールが強い。エンチャントのクールダウンですね。このクールダウンがむちゃくちゃいい。他は、別にいりません。入れるってしたら、まあ、変更ぐらいですかね。まあ、とりあえず入れずにいってます。変更もね、もうちょっとね、発動率が高かったら、入れたいなと思うんだけども。どうもね、発動が悪い。OK。問題ないですね。もう釣り竿でブン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 しちゃってください。これ終わりかな？あ、あと1回か。チビがいっぱい出るのね。えい。24回終了。ここなかなかいいんですけども、取りません。いらないんですよね。でもって残ったエンチャントを、まあ、弓のやつに振ってください。ここも結構ね、敵いっぱい出ます。うまいこと愛のメダルを当てていくとやりやすいですね。で、防具でクールダウン入ってますんで、愛のメダルもだいぶ使いやすいとは思います。 OK。 いいね。釣り竿のビームがもう最高です。あ、どこ？あ、そっち。はい、愛のメダル25回終了。次に行きますね。ここで、コグクロスボウに変えていきます。コグが強い。テンポセフト1。で、残りを、追い打ちで OK です。追い打ちもとりあえず1入ってれば問題ないっすね。いけ！わお！危ねえ、危ねえ。このジオマンサーの攻撃かなりね、あー痛むね、ダメージあるので注意してください。 OK。 まあ、いざとなったらね、愛のメダルもあるんで問題はないとは思うんですけどね。 OK。 行くぞ、行け。はいはい。残ってたんだ。爆発から生還してたか。んで、何もいりません。で、今回ね、多分ね、この27回が一番難しいと思います。
うん、下手な装備だともう本当にね袋叩きにされますもんね。愛のメダルがあるとだいぶ違います。愛のメダルでとりあえずこんな感じにしてあげればいいですね。 OK、 はい、もうとにかく愛のメダルよ。ここはで、こっちも、あ、こっちはそうでもないか。とにかく多いんで OK いいんじゃない。じゃあ行くぞ。こっちが多いんだ。で、こっちにも愛のメダルをぶち込んでいきましょう。痛い痛い痛い。おいし、愛のメダル使うこともなかったか。まあとにかく敵多いんで愛のメダルで減らしてあげてください。はい、行きましょう。エンチャント結構残ってますけども、まあ全然大丈夫です。使うこともない。で、ここ敵が結構多くって押し込まれることもあるでしょうけども、愛のメダルがあればだいぶ普通よりも戦いやすいと思います。 OK、キーパー多いのよね。よし、ラビジャーをね。 OK、ここは本当にね、あの愛のメダルじゃない釣り竿がすっげえ役に立つ。危ない危ない危ない、思いっきり食らってるわ。はい、さあ武器を変えましょう。カトラスです。このカトラスが強い。このカトラスはねむちゃくちゃ強いんですよ。エンチャント入れていきます。欲しいのは虚無で旋風で衝撃波、もうエンチャントポイントゴリゴリ使いますけども、これで間違いないです。で、上げてから、金財布商人でパワーアップさせてあげましょう。で、ボスでーす。エンチャントポイントはありますけども使わなくていいですね。もうドラを使って一気に密着して終わりだ。はい、こんな感じで今回は釣り竿が結構おすすめです。連射コントローラーを持ってる人はぜひやってみてください。いらない、めちゃくちゃいらない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。